皆様ごきげんよう、佐郷です。黒木です、今回も新しい紳士のたしなみトークジャズをお送りしたいと思います。トークジャズというのはいくつかのキーワードに基づいて、即興かつ自由にその場で話し、新しい発見や気づきを得ようという知的な遊びでございます。今回はですね、ブックスタイル、一つの本から派生して、話を展開していきます。はい、今回の本は黒木くんが持ってきてくれました。はい、なんていう本でしょう。今日はですね、こちらなんですけど、0 to 1 0 to 1、はい、0から1へですね、という本ですか。はい、もうじゃあどういう本か、これはですね、まず軽く説明してもらっていいですか。まあ、日本語だと一応、君は0から何を生み出せるかっていう副題がついていて、ほう、ピーター・ティールという人ですね。ピーター・ティールさん、はい、っていう人があの書いている0 to 1という話です。なるほど。であの、まあ、ピーター・ティールさんは僕は今までずっと知らなくて、つい最近別のちょっと動画を見て知って、はい、あ、すごい人なんだっていうのを知って、でその人が書いてる本っていうので、まあ、多分これ一時期有名になって結構平積みされてて、で今見たっていう感じですね。なるほど。どういう内容なんですかね。あのまあ、ピーター・ティールさんがそもそもどういう人かっていうと、あ、まあ、シリコンバレーですごく注目されている起業家の人なんだけども、ペイパルを共同創業して、CEO、ペイパルってあの支払いのペイパル、で CEO に就任して、eBay に売却しましたと。でその後さらに シリコンバレーですごい影響力を持って、いろんなベンチャーとか、をこう設立していって、Facebook にこうあの外部投資家として初めのすごい初期の頃から投資をしてたりとか、あとはもう本当に航空宇宙とか人工知能とかコンピューターとかいろんな分野でそういうスタートアップに投資をしているっていう投資家でもあるって。おー、すごい。この人を知らない人はいないぐらいで多分相当有名な人。なるほど初めて知ったわそう、ね、で、面白いなと思ったのは、これまだ僕ね半分ぐらいしかまだ読んでないんですけど、このピーター・ティールさんが言ってるのは、その独占してなんぼって言ってるね。独占してなんぼまたなんか物騒なお話です ね。そう、だ今までだってさ、なんだろう、まあ、競争っていうのがまあ市場原理であって、はい、で競争を勝ちの残った人がまあその寡占とか独占みたいな、はい、あの状態に行くと思うんだけど、で一般的な独占っていうのは、経済学的にはこれよろしくない状態なんだよね。今だからあの Facebook やらね、Facebook か、が独占運動の裁判になってますけども、まあ、そう、独占禁止法とかっていうぐらいだから、ね、アントラスト法みたいなやつか。そうそうそう、独占は良くないんだと。良くないとされてますね。そう、それは市場の効率を歪めるから良くない。そこは何らかのその国とか、まあ、第三者が介入しちゃっていけないと言われていると。言われているね。いうのが通説なんだけど、まあ、ピーター・ティールは言ってるのは、独占するぐらいの凄さ、突き抜けてるものがないと、はい、売れないよと。弱いぞと、そういうものを作るのダメだよって言ってて、まあ、だから独占云々って文句言われるぐらいになるって気概がないと、そう、何もワンなんて生み出せないよと。そうだから、あの独占を推奨してるとちょっと語弊があって、その独占するぐらいの勢いを持ってるものだったりサービスを作ってよっていうふうに言ってるんだよね。まあ調整はその後やればいいしね、まずは独占を狙うと。その独占できるようなものはどうやったら生み出すかこれねっていうところなんだけど、それは読んだところまで書いてあるの。ごめんなさい、まだね、多分そこまで読み切れてなくて。ああ、後半に書いてあるんだね。もしかしたら書いてるかもしれない、まあ、書いてないかもしれない、まあ書いてないかもしれない、そう他になんか刺さった部分っていうのは刺さったやつありますか。あとね、この人がなんかやろうとしてることがあって、その会場に国家を作ろうとしてるらしい、ね、会場って海の上、海の上に、そう海の城じゃなくて海の、はい、にあ、なんか国を作ろうとしてるらしくて、おその人の営みというか、その野心っていうのかな、面白いなと思って。ぶっ飛んでる、ね、かなり多分ぶっ飛んでる人で、本当はもっと紹介したいんだけど、なんかね、まだそこまで彼のこと理解できてなくて、なるほど、あの言えないんだけど、めちゃめちゃ多分あの変わってる人だし、奇想天外な人、新しい国を作ろうとしてるってことね、かもしれない。あ、まあ、海の上っていう理由はちょっと分かってないけど、うん、まあ、でもなんか自分なりのビジョンがあって、こういう国があった方がいいだろうなって思ってるから、作りたいってことだよね、若干なんかね、その資本主義とかに対する継承じゃないけど、っていうのもあるんだと思うんだよね。
まあ、だからあれだよね、既存主義といえば新自由主義だけど、新自由主義の時代がなんか、てかそろそろほころびが見え始めていって、そうだね、賞味期限みたいなものが切り始めてるみたいな話はよく聞きますね。そうだね、まあ、格差がどんどん生まれているというところはありますけど、まあだから経済がね変わっていくんじゃないかっていうところあるかもしれないね。なんかあの贈与経済みたいになっていってほしいですね。そういうキーワードだね。贈与経済、あのなんだ、新自由主義は、新自由主義は独占、独占っていうかそれこそねちょっと相反しちゃうんだけど、独占が行き過ぎて格差が生まれちゃうっていうだったから、あのクラウドファンディングとかもそうだけど、こうもう持ってる人が、お金をたくさん持ってる人が分配を自らしましょうみたいなのがいい気がするんだよね、分配ね。そう、あのなんだろう、あれだよ、結局国に分配を全て任せるっていう考え方だったと思うんだけど、それだってやっぱりなんかなんだろう、機動性が弱いというか、行き当たらないから、それぞれのなんかお金、小お金持ち、小金持ち、まあ大金持ちだけど、の人がちょっとずつ分配するっていうのがこう当たり前になっていけば、分配格差の問題がじゃ、あのね、ちょっと穏やかになっていくんじゃないかなって思ったな今。その分配するのはさ、何を見て分配するの？例えばあのこの人にこれぐらい、この人にこれぐらいって何を見てるの？ああ、それはまだ分かんないけど、でも今言われてるのはベーシックインカムっていうのはあるよね。ベーシックインカムを、ベーシックインカムもさ、会社単位でできないかなって思うね。というと、あの国がさ、一律1人10万円付与しますっていうのがベーシックインカムの考え方だけど、あの会社が、例えば今自分がやってる会社が、まあ、正社員じゃないけど、あのお願いしてる人1人ずつに毎月1万円みたいなのを、あの成果物とは関係なしにあげるっていうふうにやれば、なんかそこでちょっと格差是正になるじゃん。あれだよね、格差是正っていうか、その1万円は好きに使っていいですよと。まあそういうこと、まあ、ある意味、まあ、生活費にしてもいいし、そう投資に、学習投資にしてもいいし、でもある意味 そこに何も期待してないというか、見返り求めてないんだけれども、そうでも1万円あげるから、そう、まあ、なんかやってくれたら面白いかもねみたいな。あ、そう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 、やってくれるというか、なんかそれを使って何かを試してみて、そう、なんか余剰、余白が生まれるんだよね、生活に。そうだよ、まあ、1万円がどう違うのって言われるかもしれないけど、例えば個人が毎月10万円勝手に入ってくるって状況だったらなんかできそうだもんね。例えばそれをパートタイムにやってられたら、その半分のパートタイムで良くなるんですよ。そしたらその半分の時間で0と1できると思うんだよね。確かに、確かにね。そう、お金がね、あるっていうだけで思考ってものすごいエネルギッシュになっていくと思うんだよね。そうだね、まあ、確かに時間をだから間接的に変えるから、その時間で何かをするとか。そう、だから多分ベーシックインカムはあれだね、まあ、お金は与えてるんだけど、実は与えてるのは時間なのかもしれない。あ、なるほどね、なるほどね、っていうふうに思って。まあ、確かにそのだからベーシックインカムだとどうしてもその難しいのが、そのそうそう、何が難しいのこれ。まあ、結局あれだよね、モラルハザードというか、いや10万円もらえるんだ、ラッキー、じゃあ課金しよう。パチンコで一瞬で溶かすとか、FX で一瞬で溶かすとか、そう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 、まあそういう人たちが、まあ、一定数いる。なるほど、じゃあ結構性善説に基づいて、そうそうそう、あ、一応戸籍上は、あの、あそこのおばあちゃんとおじいちゃんも生きてることにしておいて、これもらっちゃおうか、みたいな、ね、あー、そういう現実的な問題があるのか。そういう抜け道とかを探して、まあそうだよね、まあ、やってしまうみたいな人たちがいるから、なかなか難しいよねって話は。これ未だに実現できてる国家ないもんね。うん、そう、だから国家でやると難しい。国家でやるのは確かに難しい、ね、だったら村でやればいいじゃん。そうだ、ね、まあ、村ってのはメタファーだけど。そうだね、だから企業だったり小金持ちだったり、そう、富豪だったりとか。そうそう、あ、だからあれだよ、あの前澤さん、そうだね、あれなんか抽選で1万円配ってるって言ってるけど、あれなんだかんさ、なんかちゃんと使ってくれそうな人を選んでるんじゃないかなって思って。そうだね、っていうと考えると、あれだね、その応援経済みたいなのが欲しいね。ああ、いいね、応援経済。贈与と密接に関係してるんだけど、そう、応援ね、この人とか、このちっちゃいこの会社を超応援したいから、分かる分かる分かる、俺はここに5万円を渡すみたいな。分かるの、応援の円は糸編ですか何編ですか。今、宇野が勝ってるから書けなくなってる文字。あの、手編だね、え、あ、そうだね、手編だね。おお、すごい今すごい小学6年生の気分だった。すごい、かけたとか言ってた。
何を言ってたんだっけ応援そうクラウドファンディングもそうなんだけどクラウドファンディングそうだね俺がすごい思うのが、うん、株あんじゃん株投資、はいはい、で株投資は全然素晴らしい仕組みだとは思いますが、うん、あれはちょっと歪んでるなって思いますね、うん、だってあれって本来はこれだったんだよ応援したいから投資するのが今なんかゲームみたいな、うん、なんじゃんここ儲かるから、うんまあ、それがあるから今こんなに株は投資されてるんだけど本来の目的に帰ってこう本当に応援したいからこうお金渡すみたいな、うん、応援型株みたいな仕組みをこうね、うんうん、作りあの株とクラウドファンディングのいいとこをこう融合させたみたいな、うんうんうん、そういうなんかねシステムがねできたらもっと面白い経済になるんじゃないかなと思うんだよね。なんかその株との明確な違いは、うんまあ、そうあってほしいって願いも込めて言うんだけどその、うん、新しい価値を生み出すかどうかだと思うんだよね。あ株はある意味、まあ、マネーゲームでありマネーゲームマネーゲームトレードなので、うん、右から左にお金を動かすってことだけなんだ。そうそれ自体何も生まない。そうその帳簿上の数字が入れ替わりするだけです。その通り。その増えたり減ったりそう、そのただやり取り、お金を動かしてる、右か左に動かしてるだけの株主があの会社を所有しちゃってるから、うん、それがなんかパワーバランスがおかしくなっちゃってるから、うん、って思うんだよね。そうだね。まあ、それはまあ、そうだね。さっきの資本主義とちょっと関係してくるかもしれない、ね。あ、そう、うん。で、思ったのが、やっぱその応援するときに大事なのって、さっきの、まあ、ビジョンとか、no. その人の野望とか、なんかやっぱそういうとこにきっとね、いいなと思ってそこに応援したくなるわけじゃん。そうだね、確かに。だからやっぱビジョンがどれぐらいあるかっていうのが多分ここにこの時に応援経済には重要で、そうだね。まあだから贈与とかも関係してくるのかなって感じがするよね。確かに、うん、だからあれだよね、お金に熱っていう新しい概念を付け加えたいなって今思った。 お金って量じゃん今までは、うん、10円と1万円と100万円っていう量だけど、うん、それとさらに別軸として温度おこれどれぐらいの熱量のお金なのかっていう、それは金額で表すんじゃなくて、そうなんか別の方法で、また別の次元があると、別の次元で表せたらいいなって思って、それが俺は文字文章だと思うんでね。はあ、うん、文章ってのは定性的、うん、数に表せられないものが乗るじゃん、うん、でなんだろうな、本当にあなたのビジョンはこういうところが素晴らしくてこういうところをもっと頑張っていってほしいなと思いますみたいな文章込みでお金がこう動くと何か何かが変わるんじゃないかな。なるほどね。いうのがあるんじゃないかな。確かにね。そのだからそのお金としての金額がすごい少なかったとしても、そうそうそう、めちゃめちゃいいメッセージと一緒に添えられてきたら、そう、まあ、嬉しいなって思うし、そうなんだよ、頑張ろうって思うよね。別に高校生の1000円とかでも、うん、バイトの1時間分の1000円でも全然何か変わるじゃん。確かにその時のそうだね、だからその軸がないと1000円っていうものだけで見てしまうと、そうそう、たった1000円かみたいな、そうそうたったって思っちゃうなっちゃうんだよね。その裏側に物語があるにもかかわらず、あーいいってことでね。そうだからなんかそういう仕組みができたらいいなって思いました。これ一緒に考えると募集中です。開発者募集中です、ね、なるほど、ね、面白いね。なんか0 to 1からだいぶいろんな話ができて、だいぶ面白かった。めちゃめちゃね、広がりましたね。よかったっていうことですね、うん。今回のタイトル決めますか。これとはまた別、これとはまた別かな。0 to 1 0 to 1なるほどね。なんか思いついた方行こうか。じゃあ今回の動画のタイトルはですね、すごい真面目になっちゃった。いいよ。思いやりのある経済へ。いいんじゃないか。いいんじゃないか。文字通り、うん。ありがとうございます。いいじゃあ今回の動画、そうですね。思いやりある経済へということで、はい、今回のトークジャズはここまでです。また次回お会いしましょう。バイバイ。